どうも皆様ごきげんよう、クーです。それではゼノブレード続きプレイしていきましょう。さて前回はコルギ6を襲ったゾードとまあ成り行きで戦闘を挑みましたが、そのまま負けてしまったところでしたね。で今回はレベル28ぐらいまで上げてありますし、あの設定でねカジュアルモードっていうのがあるんだね。あの全然なんて言ったらいいかな、あの意識になかったですね。でこれどうも手にある経験値とか下がらずになんか戦闘がこう若干難易度下がるらしいので、まあこれで挑みたいと思います。まあストーリー重視でいきたいからね。じゃあ行きましょうか。さあどうする、どうしましょうか。まずは、転倒させないといけないんだ。雑魚敵たちがいるの。まずは雑魚敵を相手にしないとね。いるよ。はい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 。みんなちょっと攻撃集中させて。いいよいいよ。こっちじゃん、こっち。ねえ、狙われてるね。来い。まずはザコ、まずはザコ。来い。痛い。痛いけどダメージはでかくない。これが芋などの力なのか。オッケーかな。さあゾードがザコ敵を出してくれないと話にならないか。お、部下を呼ぶをしてますね。ほい、けよし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 。ほい、違う違う。ま、待って待って、まずエンチャントつけて、オッケー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 、チンアタックしましょう。崩し、転倒、オッケー、崩し、おい気絶。いったね。よしよしよし、いやいやいや、今のうちよ、みんな今のうちよ。おっ、なんかイベント入った。ジュジュを助けようにも奴には隙がない。どうすれば。わい、何やつ、ちっぽけな餌じゃよ。お前たちの言うところのな。小旦那さん、小僧、今のうちにジュジュを。ダメだ小旦那さん、見せねえんじゃ。このままじゃジュジュは助けられても小旦那さんが。望まないビジョンを見たなら未来を変えちまえばいいだろ。ジュジュは助けられたけど、オダマさんだね。あと未来を変える。そうか、あれならない。ジュジュを頼む。セルク、虫が強いよ。そんなもんでこの俺に勝てると思わんさ。だがこういうことはできる。何？わお、鬼神兵の体も灼熱のエーテル流には耐えられないじゃろう。ジュース、ジュース、カンナ、ここは任せたぜ。無茶なおっさん。それ伸びる。
すげえ。やったぜ小僧を。未来は変えられる。オダマさん、こんなところで死んじゃダメなんです。こんなところで。いい。ああ、そうだ。俺は死なんぞ。早く逃げて。長くは持たない。オダマさん、オダマさん、オダマさん、逃げるんだよ。こいつはもうすぐみんなのところへ行くぞ。だがその前にガド、お前の、お前たちの仇は取るぞ。嘘だ、変えたはずだ。オダマさん、ガード、お前たちのところへ。シルクとビジョンにな。このエーテル竜を見たときピンときたぜ。ここだなってよ。仲間に相談するって大切やな。ジュージュ、本当に良かった。あ、生きてはいるっぽいね。な、俺たちに話してよかったろ。諦めなきゃなんとかなるんだ。うん、本当だ。未来が見えるか。お前のこと知りもせずすまなかった。礼を言わせてもらおう、シルク。いえ、そんな、うん、みんながいてくれたからその未来が変えられたんです。教えてくれ。ビジョンでわしは命を救われた。見てないか、そのビジョンで。ガドを、他のみんなを。うん、見てないんだよな。そうか。カルナ、こいつはヤツのライフルじゃ。お前が持ってやれ。さてと、キャンプに戻ろうぜ。ジュジュの手当ても必要だしね。この先に搬出用のエレベーターがあるわ。それなら地上まで直通よ。うん、動いていればのお話だけど。そんなの行けばわかるさ。単純ね。悪いかよ。うん、ラインの言う通りだと思うわ。もう立ち止まって悩むのはうんざりだもの。さあ、行きましょう。うん、行きましょうか。ガドカスタムライフル。なるほど。特には何もないかな。では行こうか。さて、搬入用エレベーター前まで到達しました。上がれるかな。オッケー、ちゃんと動くみたいだ。オッケーオッケーな、俺の言う通りだろ。はいはい。いやー、でもこれいない、ほとんどもう人いないのか。じゃあ、お、なんだ、故障か。え、何。いや、
う。この感じは。あ、わあ、こいつなんてしぶといの。やるしかない。マジか、きつそう。あの程度でこの俺が死ぬかよ。何、もうモナド効くじゃん。普通に普通にダメージ効くじゃん。でそれだったら余裕じゃん。あ、でも転倒はしてくんねえか。オッケー。転倒してくれないのはまあ、どうだ、どうだ、もそんなに強くねえな。これがモナドの力なのか。めっちゃこっち狙ってくるか。あ、終わったわ。エーテルリングのせいで走行の耐久性が悪くなった。倒したのか。やるじゃねえか。モナドの封印を解くことなくこの俺に勝利するとは。どういうことだ。まだ封印されてる状態だ。お前はモナドの何を知っている。残念だが教えてやれねえな。真実はお前の力で探し出した。真実。そうよ、俺はこの体になっていろいろと知ることができたんだ。案外こういうのも悪かないぜ。この体になってってどういうこと。どういう意味だ。もともと鬼神兵じゃないってこと。じゃあな小僧、あばよ。ゾード。危ないぞ。おお。もうあそこ使えないじゃん。茶色いやつは倒した。これでコロニーシックスの人たちの仇は撃てたな。まあ、ジュース。カルナ、よかった、気がついたのね。ここはコロニーシックスのそば。シュルクたちが倒してくれたの、あいつを。みんなの仇を。そっか、ごめんなさい。シュルクさん、ラインさん、まずお姉さんに謝れ。僕の身勝手な行動で迷惑をかけてしまって。いいって、気にすんな。みんなの仇取れただろ。はい。でも僕らの仇、あの黒い顔つきはここにはいなかった。そうね。なあ、果たしてそうかな。俺、あいつは黒い顔つき。ふわっ。やつだけじゃない、ゾードか。顔つきがこんなに赤い顔つきがちっぽい。こんなゴミみてえな連中に倒されるとゾードもとんだハッタリ野郎だぜ。どういうこと。こいつも喋りやがるのか。喋るぜ。それに記憶もいい。逃げるんだビオルン、逃げるんだ。っておめえら、いい叫び声してよ。気持ちよかったな、あの女の感触。
さくらってな。前の声聞き覚えあるぞ。ダンバンさんの仲間にいたあの裏切り者じゃねえか。お前だけは、お前だけは許さない。懐かしいよな、モナード。けどよ、聞かないんだよな。シュルク、シュルク、てめえガキ、そんな生蔵でもモナド使いは邪魔だそうなんでよ。まあこの前みたいなこともある。さっくりと行かせてやるぜ。え、こいつを、今だ、突っ込めイノシシ。お、ダンバーさん、何？左腕だけで戦っているだろ。ダンバーさん、なんでここに？待たせたな、ようやく追いついたぜ。よっしゃ。何？パーティー編成を忘れないようにしましょう。パーティーメンバーに変更があると、パーティー変更、編成ウィンドウは表示されますよと。ウィー、まあこれでいいんじゃない、とりあえず大丈夫ですよ。英雄ディクソンも戦うの、マジで。とりあえず今はいいかな。よしよしよし、やりましょうやりましょう。まずみんな、はい、鬼神兵の特攻をつけて、いよいよ、ワイルドダウン、ほいほい、オッケーよ。バックアタックとか取れますか？はいはいはい、シャドウアイ。側面から、はい、これ。オッケー、倒したかな？オッケー、よし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 。はい、特攻。崩して、オッケー。ほい、ほい。オッケー、いいね。よし、横から。お、いけてんね。次へと。キリがね、全然余裕で戦えるけど。増強はともかく、これだけの数のゾード一体どうすれば。モナドさえ聞けば、こんな奴ら気を抜くな。シュルク、シュルク、危ねえ。ライン、なかなかやるじゃねえか。どこを見ている、くらえ。聞くかよ、めんどくせえ野郎だ。飛び道具が無理ならこいつでどうだ。弱え、弱えよな。ホムスの英雄様はその程度か。ダンバーさん、痛えだろ、痛えよな。無理してモナドなんか振るうからだぜ。その資格もなかったのによ。もうお前声でネタバレされてんだよ。虫キャラどもが必死こいて言おう、どうすることもできねえのによ。光は、まずい、お前たち逃げろ。逃がしゃしてねえ、まとめて生かしてやるぜ。何？どうなんだ、え、何あれ。テレシオか、テレシオ、ここは塔の外に出たみたいね。よく来たな、モナドを継ぎし者よ。父上。弱い、弱すぎるぜ。貴様、何者だ。僕はお前たちを許さない。めっちゃでけえ。思い知れ、これがフィオルンが
陛下が受けた痛みだ。あ、今のはすげえ長い未来だよ。とんだ邪魔が入りやがった。ガキ、次はこうはいかんぜ。いやそうか、待ち上がれ。オーナーシュートライン。なんでだ、フィオルの仇なんだぜ。あいつ今できることとできないことを見誤るな。えらい。はい、あれに救われたな。テレビ社長、あの生物は一体。龍。ご苦労様。に見えなくもないけど。おお。どうだった彼は。そう、なら楽しみだね。おお、はい、第6章ですね。わっ、何、ダンバンさんとディクソンさんも加入すんの、パーティーの中に。やはりお前だったか、ディクソン。おお、じいさん、1年前の戦以来だな。まだくたばってなかったとは意外。意外、お互いジジイだと思うけど。ダンバン、ディクソンってもしかして1年前の防衛戦の時の英雄。なんだ、若い姉ちゃんもいるじゃねえか。ちゃんとさっきは助かりました、ダンバンさん、ディクソンさん。いや、助けたのは俺たちじゃない。そうだな、例ならさっきのでけえ鳥に言うべきか。まあ、確かに。あの巨大な鳥は一体。霊獣テレシア。眠れる巨神を守護する霊獣。巨神の上層部に生息する怪物さ。上層部。ただな、俺たちホームスの住む下層に降りてきたことはただの一度もないはずなんだが。妙だよな。おお、そういう名前なのか、あれは。巨神を守護する霊獣。ところでシュルク・ライン、この先どうするつもりだ。やはりあの黒い顔つきを追うのか。そりゃね、当然さ、あいつはフィオルンの仇なんだ。うん、おそらくあの黒い顔つきの行く先は一つ、大剣の渓谷の先にあるガラハド号。1年前奴らはそこに巨大な要塞を建造中だった。巨神界侵攻のための前線基地。もしその要塞が完成し稼働を始めていたとしたら、事実コロニー6やコロニー9は奴らの襲撃を受けた。1年前の防衛戦の戦場となったあそこか。なら話は早いぜ。その要塞とやらに乗り込んで次こそあの黒い顔。でも今の力じゃ何もできないでしょ。待って、ライン。シュルク、その前に僕には行くべきところがある。行くべきところってお前見たのか、またビジョンを。ビジョン、なんだそりゃ。なるほど、そいつは便利な力だな。で、何を見たんだ。ものすごく高い場所、巨大な塔の頂上みたいなところで戦っていたんです。あの黒い顔つきと誰かの声が聞こえて、モナドの力が解放されて奴らの装甲もたやすく立てたんです。今のモナドで奴らと戦っても勝ち目はない。でも僕の見たビジョンが真実なら。とねえ、それだけじゃなんともだな。他に何か場所の手がかりになるようなものは見なかったの。一本の角、頭だ。黒い顔つきと戦っている最中、巨神の頭が眼下に見えました。頭が眼下に見えたって。監獄塔。監獄塔、俺も行ったことはないんだがな、巨神の頭頂部には巨大な黒い塔が立ってるって話を聞いたことが。何でも古種族ハイエンターが建てたものらしいぜ。ハイエンター。ハイエンターって伝説じゃなかったんですか。まあそう思うのも無理はないわな。巨神上層に住む古種族ハイエンター、この巨神界には俺たちホムス以外にも
姿形文化の異なるいくつかの種族が住んでいる。連中もその一つよ。ハイエンタンか。俺も噂だけなら聞いたことはあるが。たまげるぜ、奴らの姿を見ればな。どういうこと？会ったことがあるんですか？まあな。やっぱディクソンさんはすげえな。今日は東、明日は西。お前ら小族子の未来を守るため日夜秘境を求め、異種族とも交流し、その文化文明を手に入れ、ホムスの力とする。それゆえの流浪の旅よ。孤独だね。なに芝居かかってんだよ。ほんまやな。それ単にお前の道楽だろう。相応の利得も兼ねた。ひでえ言いようだな、ダンバン。で、本気なんだな。まあ、そこに言う寝なし草やつですね。コロニーを捨て、鬼神兵の目の届かぬ場所を探し、皆で隠れ住む道もあるぞ。ゾードと戦って、まあね、その凄さ、奴らの執念みたいなものを感じました。どこに逃げてもいずれ見つかります。ゾードこそなんか戦闘狂って感じしたけど。 そうか、ならば俺も行こう。ダンバンさんも？不安か？とんでもない、心強い限りですだよね、ライン。ああ、だいぶ体の調子も良くなったしな。それにそこの主戦度が作ったこの剣な、細く軽いが切れ味は抜群だ。鬼神兵の鬼戦を制することぐらいはできる。まあ梅雨払いぐらいに思ってくれるとありがたい。そんな謙遜しないでください。よろしく頼むぜ。僕らの方こそ。じゃあカルナはコロニーナインじゃねえや、シックスに誰が主戦度だ残るだろうから、弾丸がパーティー入るかもしれない。すげえな。根が張って当然だろう。だとさ、どれ、目的地が巨神の頭頂部ってんなら上層へ登る道案内でもしてやるか。ここはまだ巨神の下層部だ。下層部か。まずは上層部に入らないとな。その通り。で、俺たちホムスの足で行くには巨神の腰から上がるしかねえ。腰？腰ですか。おうよ、今いるコロニー6はちょうど巨神のここ、つまり股間だ。股間なのか。だからぐるっと回って腰に向かう。輪廻の地、ザトール、そう呼ばれてるところだ。ついてきな。行きますかと言いたいところだけど、コロニー6はどうなるん？あ、カルナも一緒なの。とりあえずじゃあ一緒に行きますか。ちょっと地図確認。なるほど。上に登るとコロニーがありそうだね、一応。どうしたのかな。いいのか、このまま進んで。だってあれでしょ、ジュジュも一緒でしょ今。待って、よいしょ。ザトールへ向かう。いいの、一緒に向かう感じでいいの。まあ、とりあえず行くか。まあどうせね、あのマップからワープできますからね。さあ目的地付近ですけれども、なんか変なオーラみたいなの出てるけど大丈夫か。あれガード見ててくれた？おかしくね、何これ。あ、ケルシャシッチ。何この幻想的な場所。輪廻の地、ザトール。あー、なんか毒沼みたいなのもあるけど。神秘的な場所だね。なんかクリスマスのイルミネーションみたいな。こんなところがあったなんて。だから言ったろ、シュルク、研究ばっかりしてねえで外に出ろってな。外に出ろっつったって、研究棟からここまでは相当距離あるやん。ここの最深部だ。そこから巨神の上層部に上がる。コロニー6で暮らしてた私たちでも最深部までは行ったことがないけど。そうだな、巨神の上層に近くなればモンスターどもも活性化する。この奥に行こうなんてのは、小根たくましいノポン族か、物好きな俺くらいのもんだ。ノポン族はここまで来んのか。そんなところに俺たちを連れて行こうってわけか、お前は。仕方ねえだろう。じゃねえと巨神の頭には行けねえんだ。行きますよ、うん、どんなとこだろうと。そうそう、
その息だぜ。どうしようかな。一回さ、パーティー見ていい？アーツセッティングでダンバンさん見た方がいいのかな。疾風馬、雷神脚砲、鉄鋼弾、崩しと転倒を持ってんのか。崩し転倒を持ってんのいいな。ヘイト吸収。はあ、なるほど。一個一個ちょっとまあ一応見てみようか。素早く深く切り敵を突くことで出血ダメージを与える。物理耐性を下げる2連撃、疾風馬を放てば筋力ダウンさせる。これの後天地剣を放てばいいと。で雷神砲脚では、体勢を崩す。で鉄鋼弾では敵を転倒させると。で天下無双、気合い入れることで筋力を上げ仲間のパニックを回復するオーラ。敵を捕らえて離さない眼差しで相手を挑発するオーラ。自分のデバフを消し去り神速の太刀を繰り出すオーラ。攻撃もするってこと？そういうわけではない。あ、速くなるのね。なるほど。で一定の曇りもない静かな心持ちで命中率と回避率を上げるオーラ。なるほど。この辺はちょっとあれだね、順番とかもしっかりしっかり考えつつ、ヘイト上げるやつ持っといてほしい気はするけど、天下無双、こうかな。でパーティー入れ替えてみる。なんかダンバンさんさ、ヘイト稼いでくれそうだよね。こうしてみよっか。シュルク、ダンバン、カルナでいこうか。はいはいはい。ちょっとじゃあ装備一回見てみますね。よし、だいぶ整えました。もう大丈夫じゃないかな、ある程度は。装備品もね、ある程度一新したので問題ないと思いますと。で今深夜帯ですね。まあクエストとかあるわけじゃないし、適当に進んでまあ話を進めればいいんじゃないかな。おう、レモン石5つもあれば十分だよね。ザザダンさんに届けないと大変なことになってしまう。ザザダンって誰だ。後々必要になってくるんでしょうね。死人性の敵いるけど、あれだね、あのカラーアイコンついてないから多分俺らより相当レベルが低いんだろう。気にする必要はない。無理に戦う必要もない。いやすげえ景色だなこれ。目的地まであともうちょっとですね。まあランドマークさえつけてしまえばあとはワープしていけますから。ねえ見て、あれノポン族やん。あれや、ノポン商会の連中だな。商会、こんな場所で何やってんだ。何か事情があるんじゃないかしら。ねえ行ってみない。うん、そうしよう。うん、ノポン商会キャンプ。あ、ランドマークですね。クエストがいっぱいある。なんだなんだなんだ。大変だもん大変だもん、仲間がさらわれたんだもん。何かして助け出さないとイグーナに食べられちゃうもん。どういうこと。穏やかじゃないですね。カチャはこの辺りの伝承に詳しい学者なんだもん。獣人たちは何かを知りたがっていたみたいだから、すぐには食べられないと思うけど不安なんだもん。それは本当に危ないわね。でも獣人たちが知りたいことって一体どんなことなのかしら。きっとあのことなんだもん。でもゴドはよく知らないもん。重大な秘密、今は助けること最優先で。カチャはルケイの砦に連れて行かれたもん。助けに行ってくれるかも。ルケイの地、正面から行くのは危険だと思うもん。だからできれば裏口の扉から入るのがいいと思うもん。鍵を見つけて裏口の扉を開けるんだもん。なるほど、そらありがたい。でこっち側も気になる。
臨港の地ザトールに来るのは初めても初めてなんですよね。ここらは年がら年中霧に覆われているんだもん。それと夜に行動するのは避けた方がいいもん。夜に恐ろしい目に遭うからだもん。例えばこの前デトックグロックに襲われてペロリと食べられそうになったのカエルですね。多分もう二度とあんな怖い目に遭いたくないもん。人思いに倒してきてほしいもん。夜に出歩くなって忠告しておきながら倒してきてほしいってどういうことですかね。まあいいけど、まあじゃあ適当に、なんか多分これモンスター系のやつだから適当に受けますね。 OK で紹介は、はいはい、ショップ、あ、まあ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 上がるには上がるね。上がるには上がるけど、ああ上がるね、だいぶ上がるね。バトルバンカー、まあでも多分ね後々ねもっと強力な武器普通に手に入るんだよな。だから今欲しいとしたらこの辺だよね。うわー、ダンバンのやつばっかり、まあ、買いますけど。疾風陣、雷神砲脚、天地剣で、桜花純乱、これぐらいか。あと天下無双も買えるから買っとこうか。あと買ってないのこの3つね。了解で、この状態でアーツセッティングを開くと、はい、 OK、レベル上限が解放されましたね。 OK、 よし、じゃあどうしようか。マップ解放して目的地はここか。案外遠いな。遠いね、遠いね。ちょっと待って、こんぐらいの広さか。扉がここにある。で、びっくりマーク、びっくりマーク、ここになんか1個出てるってことは、ここになんかノポン族か人がいるんだな。とりあえずじゃあちょっと向かってみますね。さて、そろそろ目的地ですね。正直ここの敵もあんまりそんな苦戦するような様子はないですね。まあ戦い挑まれる程度ではあるんですけど。この明かり、不思議な光ですね。うん、ハイエンターの置き土産だな。ほう、やつら今でこそ上層に引きこもってるが、その昔はこの辺りも支配していたらしい。ちょうどいいさ、ここらで休憩としよう。不思議とこの明かりはモンスターを寄せつけない。そこらで休むよりは安全なはずだ。へ、起きとる。気持ちいいね、風。本当に静か。これから先もずっとこんな日が続けばいいのに。憎しみが募るばっかり。僕はお前たちを許さない。うん、思い知れ、これがフィオルンが、陛下が受けた痛みだ。変えたいかい？未来。早いもんだな。ディクソンさん、あの雪山で俺がお前を見つけてからもう14年か。感謝しています。あの時ディクソンさんが僕を助けてくれたからこそ今僕はここにいる。すまなかったな、お前の両親助けてやれんで。そんな、考えてみりゃお前とモナドの付き合いもそん時からだよな。案外もともとそいつはお前が使うように神様が定めてくれたもんかもしれんよな。ほとんど覚えていないけど、うん、僕にとっては父さんと母さんの残してくれた形見みたいなものだって。
そう思っていた時期もありました。だからこの件の秘密を解いて鬼神兵との戦いに少しでも役立てたいって。でも実際はガラクタの山を築いてただけなんですけどね。研究棟のあれか。ま、確かにな。でもやっぱりこの件は。お前が最後だぜ、シュルクよ。すみません、なんだか寝つけなくて。さあ行こうか。最深部はこの先だったな。ああ、目指すは最深部、古代ハイエンター様の遺跡だ。高級のオベリスク、オベリスク巨神兵。まだまだ遠いね。もうちょい頑張っていきましょうか。ここの水路を渡っていかないといけないのか。ちょっとめんどくさいね。まあでもまあ、ただただ歩くだけだったら特に問題はないかな。陸地に上がっていった方がいいのかな、これ。陸地に上がれる場所あるか？なさそうじゃない？行くだけ行く？わかんねえな、これ。どうなってんだ？行けなくはなさそうだけど、相当きっちいな、これな。頑張ります。モーク水門。さて、ここまでやってきましたね。うわ、なんだ？巨大な建造物だ。敵のレベルもそこまでまだ高くはないみたいだね。オッケーオッケー。よし、じゃあこのまま行きましょうか。岩窟の姉妹像。岩窟の姉妹像。なるほどなるほど。左右に像がありますね。ここから巨神の上層、マクナ原生林へと行ける。マクナ原生林。監獄島のある頭頂部は原生林をさらに登った先だ。まだまだ遠いね。わしらはここで別れるとしよう。残してきた者たちのこと、そしてコロニーナインのこと、少々気がかりなんでな。そうね。そうですか。今までありがとうございました。むしろよくここまでついてきた。コロニーシックスではひどいことを言ってしまったな。すまなかった。何回謝んねん。いえ、わしはお前に命を救われた。そのことを決して忘れん。モナドの後継者よ。カルナ衛星兵、お前はどうする？私はシュルクたちと行きます。鬼神兵を許すことはできないし、それにガドを探したい。まあ、どこかで生きているような気がするんです。そうだな、それもいいだろう。カルナ、僕もオダマさんと一緒に行くよ。お、えらいやん。ジュジュ、本当にそれでいいのね？うん。シュルクさんたちの鬼神兵との戦いぶりを見ててすごいと思った。うん。僕なんかがいたら足手まといにしかならないって。そうでもないって。なんなら道中鍛えてやってもいいんだぜ。やめろやめろやめろ。僕決めたんです。シュルクさんたちに比べたら僕のできることなんてたかが知れてるけど、それでも精一杯自分のできることをやってみようって。戦うことは無理でもコロニーのみんなを守ることぐらいはできるんじゃないかって。そうか、頑張れよ。できるさ、君なら。はい。シュルク、ライン、わしの娘をよろしく頼むぞ。え？ディクソンさん、カルナと一緒には行けないですか？オダモさんって親子関係なのか。奴らの前線基地となっていたコロニーシックスが崩壊したとはいえ、危機が去ったわけじゃねえからな。あ、ディクソンさんはコロニーシックスに。また襲ってくるに違いない。はいはいはい、コロニーナインの防備固めとかんとな。わかりました。コロニーのことよろしくお願いします。ま、そのうち追っかけるからよ。それまでの間踏ん張れよ。そしてモナドを。わかっています。コロニーのみんなのためにも必ず。
いい顔してるぜ、シルク。まだ骨に見合った筋肉がついてねえ。もっと鍛えとこうな。でなきゃシルクを守れねえぜ。忠告ありがとうよ、ディクソンさん。頑張れよ。じゃあな。骨に見合った筋肉って、やれやれ、純朴な和光堂を騙さなきゃならんとは心が痛めえ。何か言ったか。愚痴だよ愚痴、聞き流してくれ。何でしょうね。 OK、 よし、じゃあ行きましょう。ジジは廃墟となったコロニー6を昔のように戻したいと考えているようです。コロニー6に行けば何か手伝えることがあるかもしれません。ストーリーの合間にコロニー6を訪れてみましょう。おー、そういうこともあるのね。でな、君はノッポン紹介、ここにもいいのか。こんな場所にホムホムが来るなんて すごく珍しいもん。ホムホム、この辺りは古代ハイエンターの遺跡が数多く残る場所なの。これしか入手できないものを手に入れて高く売るつもりも。え、巨神上層に行きたいの？そのくらいのことならただで教えてあげるもん。上層に行くには古代ハイエンターの政治の儀をしないといけないんだもん。政治の儀というのは個人ハイエンターの男子が政治になるために行われる試練のことも。おう、まずは輪行の地ザトルに散りばまれる4つの証を集めるんだろう。それからこの先の岩窟の姉妹像の前にある聖人の紋章に証を示すもん。あ、4つありますね。え、4つあるか。そしてようやく上層への道が開かれるんだもん。これ以外に方法はないもん。大変だろうけど気をつけてやるもん。あー、ストーリークエストだねこれはね。うわ、そうそう、一つ言い忘れていたもん。旅の準備は我らはノポン紹介でどうぞも。やらねばならんというわけか。で、ここがあれか、このワープする時のランドマークか。了解、いっぱいあるね。めっちゃあちこちに散りばまれてるね。どうしようか、短いけど今回ここまでにしとく。それとも、いや、あれだな、コルニシックス行ってみよっか。あ、ほら先行けるようになってる。ちょっと行ってみよう。まあ、古代ハイエンターの聖人の儀に関しては次回やるっていう感じにして、今回はちょっともうちょいやっても大丈夫だと思うから、コルニシックスのその復興を手伝えるっていうことだから、それをやってみよっか。まあ、何やら多分復興だからいろんなものがいるんでしょうね。その辺大事だと思うから、こういう素材も確実に集めつつ。空いてますね。クエストとかも大量に発生してんのかな。そういうのはあるんだったらね、収録外でがっつりやってレベル上げして、で成人の儀にこう挑むっていうのは全然ありなんですけどね。めっちゃ落ちてんな。なんか飛び跳ねてるやついるな。あれノポンか。ノポン紹介のやつだな。コロニー6から騎士兵がいなくなったもん。今はボロボロだけど頑張れば復興できると思うもん。そいつは何よりだ。ここで買い物するべきものは別にないんだよな。はいはいはい、あ、クエストとかいろいろ発生してんね。でも敵もなんか近くにいるっぽいけど大丈夫かそれは。これ、この中が多分コロニー6かな。ランドマーク早くつけたい。あれ敵いなかった？強くなる。おう、強くなってください。あ、オダマさん、お久しぶりです。さっきぶりですね。私たちはコロニー6を復興させ元通りにしようと考えているのだ。そこでキャンプにいるみんなをこちらに移動させたいのだが、ラグエル大橋に凶暴なモンスターが多数居座っておって通過できんそうだ。穏やかじゃないですね。問題ね、これは。ああ、数十人、十数人が安全に移動するようにあの橋を渡る以外にないからな。このままだとわしもあいつらも身動き取れんし復興も始まらん。ラグエル大橋のモンスターどもを倒してきてくれるな。了解いたしました。ありがたい、協力してくれると信じていたぞ。橋の安全を確保したらキャンプにいるジュジュに教えてやってくれ。
ジュジュはキャンプにいるのね。首を長くして待っているはずなの。そしてみんなを連れてきたらこの西靴の復興の始まりは頼んだぞ。あ、これをさっさとやった方が良さそうですね。了解しました。じゃあその辺は頑張りたいね。この西靴じゃなくてここなんだよな。で、多分ここラグエル大橋ってこの辺でしょ。いるね、いるね。でも、あ、でも確かにレベル高いわ。やりましょうか。よいしょ。いいね。転倒してる、転倒してる。よしよし、いいよいいよ。ダンバーさん、昔の感覚が戻ってきた。ダンバーさん、この調子、この雰囲気を忘れるな。絶対忘れないわ、ダンバー。転倒してる、転倒してる。もう少しだ。オッケー。ほい。よしよしよし。6匹同時じゃなくて3体ずつか。ありがたい。それはありがたい。よし、やっちまおうぜ。連携やっちゃう？やっちゃうか。始めるよ。転倒。ダンバーさん、任せろ。これがね。はい。ごめん、カルナ。決めるわ。これじゃ気に入らないよ。いや、まあ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 別に。ナイス。やった。やりそうだね、ダンバーさん。ほい。オッケー、いいね。僕もやってやる。ほいほい。よし、連携で終わらっちゃいましょう。はい、崩し、転倒、OK、はい、OK です。 OK、 完璧よ。このまま終わらせたい。 OK。 うわー、他にもなんかいっぱい来た。いっぱい出てきたね、いっぱい出てきたな。これきつくないか。これマジいな、これマジいな。カルナめっちゃ狙われてるやん。ちょっと待って、シールド貼ろう。このまま押し切ろう。どうだ、シュルク。ほっ、の攻撃だな。やってやるんだ。よしよしよし。頭数減らそう、頭数減らそう。どれが一番 HP 低い。待って、連携取れる、連携取れる、連携取ろう。 OK、 はい、ダンバーさん、OK、お願いします。任せろ、打ち込め、カルナ。次は私よ。いいでしょう、いいでしょう。いや、カルナ死にそうだな。カルナ回復。よし、間に合った。なんだ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 。出血か、こいつね。オッケー。おい、崩す。オッケー。いいよいいよ。よし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 。そこ、終わらせてくれ、終わらせてくれ。立て立て、うーん、やばいね。おいちょい、復活させる、復活させる。オッケー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 。よしよし、いい。頭数減らそう、頭数減らそう。大丈夫大丈夫、生きてる生きてる。立て張って、ありがとう。いよいよ、やれそうだ。縦張る。よし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 。ここまで来たら勝てるやろ。いける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 。よし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 。やれそうだ。
せてやるとするか。鉄鋼弾。楽勝だったね。ああ。走りましょう。みんな余裕。めっちゃ頑張った。すごい集中した。宝箱だらけ。これは確かにあのキャンプの人たち通れねえわ。こんな強敵がいたら。でもだいぶレベル上げに役立ったんじゃないか今の。バッ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 。いやー頑張ったね。オッケーですと。ふう。まあこんなもんかな。他にいる？あ、これ赤い点は下にいるやつらか。よし。広大な儀式、儀式の準備。違う。コロニーシクス。これかな？徐々に報告する。オッケー。よし。これが出てるね。じゃあキャンプに移動しましょう。さあ戻ってきたよジュジュ。Yeah. お久しぶり。さっきぶりやな。ラグエル・ゴーハスでモンスターを倒してきてくれたんですか。これでここにいる皆さんとコロニシックスへ移れます。本当にありがとうございます。コロニシックスへ移るとここで起きている問題は全て解消されてしまいますが、移動を始めていいですか。やり残したことがあれば少しはお待ちしますよ。じゃあもうちょっとなんかあったっけ。ちょっと待って、クエストって何かあったっけ。クエストログ、これか。強敵を求めてが残ってんのか。お金もらうだけでしょ。ユニークモンスター倒せだけだから、いやいいや別に。はい、地味にちゃんとクエストやってるっていうね。いいよ移動して。コロニーシックスに着いたら復興を手伝ってくださいねということだから、もうここには誰もいなくなるのかな。お、コロニーシックスに移動しましたね。オドマはコロニーシックスを元に戻す計画を立てているが、まずはキャンプの難民、避難民を連れてくる必要がある。そのために道中の安全を確保しなければならないというクエストでしたが、避難民は無事コロニーシックスへ戻ってくることができた。これからいよいよコロニーシックスの復興が始まると。経験値アップ、 AP アップ。マジで経験値アップもらえるの。あ、めっちゃ嬉しい。え、めっちゃいいやんそれ。早速つけよう。それはつけないとあかん。こうしとこう。OK。 いいんじゃないっすか。で、この黄色いマークは人か。ジュジュとおだまさん。はい。じゃあ地図で見てみようか。ここランドマークついてるけど、あ、でも特に何か出てるわけじゃないのか。ん？キャンプインいたみんなと再会できて嬉しいぞ。じいさんばあさんばかりじゃから、お前たちも手伝ってくれよと。はあ、復興本部。Yeah. ですが想像以上にひどくて、僕たちだけじゃ思うように復興が進められないんです。どうか皆さんの力を貸していただけないでしょうか。素材やコレクションアイテムと資金を提供していただきたいんです。資金か。僕はおだまさんから復興の担当を任されましたので、復興を手伝ってくださるときは僕に声をかけてください。あ、復興、コロニーシックスの復興に力を貸しましょう。人口が増え、住民を誘致できます。新しいショップがオープンします。中央採掘場などの交渉からランクの高い結晶が採掘できるようになります。復興度が上がり、コレクションアイテムが拾えます。なるほど、住民と商業かな。まずはクエストログでマイナスを押すと、コロニーシックス復興に必要なものを確認することができますよと。ここでは確認だけで復興は行えません。実際に復興するためにはジュジュに話しかけないといけないってことか。じゃあちょっとやってみようか。復興度0、人口12、エーテルプランナー正常。なるほど、鋼鉄の絹と。持ってねえ素材、持ってねえ。まずは民家を建てましょう。この町に引っ越ししてもらえそうな人を勧誘できるようになりますよ。店を建てます。買い物もできるようになりますよ。この町でしか売られないものも売られる、買えないものも売られると思います。草木を植えます。心が安らぎますよ。レベルを3まで上げると中央採掘場などで採取できるエーテルの結晶ランクが上がる。それめっちゃいいね。集会場を建てます。皆さんの休憩所にもなると思います。コレクションアイテムが拾えるようになります。欲しいねこれね。なるほど、
ちょっといろいろ聞いてみる？復興するときは僕に素材と資金を持ってきてくださればいいです。時間と余裕があったら手伝ってください。町のみんなも喜ぶと思います。よろしくお願いしますと。なるほどね。ああいった素材を集めてこないとお話にならないわけか。クエスト。ダンバーさんどうした今？どうした？え、すごいはしゃいでた今。びっくりしちゃう今ダンバーさん。あの右手がさ、そのさ、あんまり元気じゃねえんだからさ、あんま無茶しないでもらえるかな。めちゃくちゃビビったよ今。オッケーオッケー。よし、じゃあどうしようか。一旦じゃあここで終了にしよっか。で素材集めつつ次回頑張ろっかね。オッケー。じゃあ今回はここまで。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。